はいえー、高校野球、試合中止が2日連続で続いたというところでございまして、4日目と5日目だけがお伝えできるような状況ですね。えー、東海で福岡対宇治山田商業ということで、えー、福岡県代表と三重県代表ということで、このぶつかり合いですね。えー、ということで、宇治山田商業があ2回戦突破ということで、5対4ということになっております。えー、この宇治山田商業って、ね、高校野球でいうとね、ちょっとない、あのー。 あまりちょっと馴染み深いところはありますけどね。えー、まあ、三重県代表ということで、えー、ここでまたちょっとね、駒を進めていくことになり,なりますけども、まあ、三重県といえばね、三重高校だったり、えー、しますけどもね、えー、まあ、いろいろね、三重県も結構強豪校が揃っているチームが多いですからね。ということで、内山田商業が2回戦突破ということになっております。 えー、高知高校対広陵高校ということで、名門行動していることになりますね。えー、ということで、広、え、陵、ー、高,高校が2回戦突破、3対1ということでございます。エースの高尾投手のピッチングが、ね、光りましたね。見事な奪三振シでした、えー。青森山田対京都国際ということでございます。えー、劇的なサングラ勝ちということでございます。 えー、一時逆転されたというところではありましたけども、えー、しっかりこう食らいついていったというところで、最後最ヨナ勝ちということになりましたね。はい、えー、ということで、神村学園対作新学院、5日目に入っていきます。メ、え、モ、ー、神村学園が6対3ということで、メモ今年、作新学院というの一戦でございましたけども、しっかり勝ちきることができましたね。えー、ということころで、えー、作新学院の方は、ね、13打、えー、花妻3得点ということで、非常にちょっと歯切れの悪い。えー 攻撃にななっってしままたのかとといいうところでございますね大阪桐蔭と北海高校ということで大阪桐蔭が圧倒的な野球ということでございます、えー、先発、平島投手そこからがつなげていった中野投手、南投手素晴らしいピッチングだったかなというところでございます、えー、素晴らしい投手入りでそして打線ということで、えー、久々にまた強い大阪桐蔭がまだ戻ってきたというような感じですよね 報徳学園で愛工大名電高校ということでございます。こちらも名門校同士の一戦ということで、報、えー、徳学園は、えー、劇的なサヨナラ勝ちということで収めております。逆転サヨナラ勝ちということになっております。まああと一本ね、えー、愛工大名電ね、えー、欲しかったところではありますけどもね。まあこれはね、えー、まあ勝った方も負けた方もということで、お互いを検討しようというところなのかなというところでございますけどもね。ということで、本日はここまでご視聴ありがとうございました。